最流章は、源氏物語の注釈書である。永章7年から永章10年の成立とみられる。金枝高記書き源氏最流、源氏物語記書き源氏物語章、源氏物語中、源氏物語最流章、最流、三条西家、章、三章、卒源氏記書き秘章などと様々な名称を持つ。三条西家系統の注釈書の一つである。 課長予定とほぼ同じ分量の注釈書であるが、注釈している項目数はかなり多く1項目あたりの文章は少ない。注釈者の観点から出典交渉を尽くすよりも本文の読解を尽くすことを重視したためであると考えられる。成立については、三条西寂高の講義を受けた三条西金枝による講義ノートとも言うべき現実き書きを 1510年8月17日に整理した二字本とも言うべきものが現存する最流章であると考えられてきた。最流章には、語句や場面について、面白し、哀れなりといった標語的語句がしばしば書き加えられているが、これはそのためだとされた。しかし、い春期は、現実機書きと最流章との内容が大きく異なることから、最流章は、現実機書きとは別に、 三条西寂高が、のとしごからの求めに応じて表したものであるとした。主要な写本として、以下のようなものがある。ありがとうございます。